吉田さん、ペイペイの運用、今ね、25,189円でございます。私、1円もここに入れてないんですよ。まあ、ペイペイには入れてますけども、いろいろ買い物するときとかね、飲食店の決済するときに使ってますけども、このペイペイの運用ってのは、なんかバックされたペイペイがどんどん突っ込まれてるだけなんですよね。だから、実質的にはお金入れてないんですよ。でも、4月19日から始めてまだ1ヶ月経ってないんですけども、25,189円生まれてます。すごいですよね。いや、ありがたいなと思いますよ。その他まだまだ付与日を確認っていうのがありますので、それを押してみると、わあ、16日、明日13円入って、19日に468円入って、などなど、今月も来月も目白押しですね。来月のね、13日までちょこ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 入ってますね。いや、いいじゃないですか、このカレンダーね、毎日お金が入ってくるみたいな感じになってます。さあ、それでですね、本日以降付与予定のペイペイボーナス総額3,275円で書いてますんで、これ来月中にはね、まあ、3万円近くまで行くんだなというところですけども、今こういう時代ですよ。私も今までずっとね、クレジットカードで決済してたんですよ。クレジットカードでね、で現金も持っているんですよ、一応ね。これを持ってるんですけども、今財布じゃなくてクリップで留めてますよね。こういう形なんですよ。で、支払いがこれスマホになってます。で、お金が足りなかったらその場でチャージして払うみたいなね。で、ポイントもこの中に溜まってます。楽天ポイントもそうだし、 T ポイントもそうだし、他の諸々のポイント全部これですよ。ですんで持ち物が減ってカードがなくなりました。カードね、本当にね、いっぱい持ち歩いてたんですけども、全くなくなりましたね。すごく便利すぎる。便利な上に儲かる。なんでこれを使わないんだと思います、うん、だからお金の使い方なんですけども、こういう風に変わっていくんだなと。もっともっとバーチャルになっていって、現金っていうのが全然使われなくなってくる時代が迫ってますね。今もそうでしょうけど、現金の流通量って明らかに減ったじゃないですか。昔給料日とかボーナス日って現金輸送車で3000万とか5000万とか1億運んでましたよね。だからその現金輸送車強奪みたいなのあったわけですよね。今はちょっと考えられないですよね、うん、ますますセキュリティ的に良くなったような気がします。だからクレジットカードとかこういったペイペイで犯罪が起きるみたいなこと言ってますけども、いや、逆でどん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 ね、犯罪リスク減ってるんじゃないかなと思いますよね。犯罪するにしてもものすごい頭のいい人じゃないとできなくなってるんで、昔みたいなね、暴力の時代から知恵の時代になってきたのかなというふうに思います。だから、ね、よく頭を使ってお金を使っていかないといけないし、お金を稼いでいかないといけないかなと思いますね。もう今私もね、本当にね、金利とか利回りの世界ですからね。10年前は私、麻雀店で金利を払ってる方でしたからね。払っても払っても追いつかないみたいな。だから、もらう側になってみたら分かりますよ。金利を払うっていうことは、誰かの人生をすっごくね、有利に運ばしてるなっていうのが。うん、だから、この辺ね、もっともっと、うん、本当賢くなっていかないとなと思います。ずっと払う側ばっかりで、それが勤勉だというふうに言われてたのかもしれませんけども、やっぱり金利を受け取る側になって、時間の余裕ができるから、もうギャラに関わらず意欲の赴くままにサポートもできると思いますしね。なんか自由にできるかなと思いますしね。いやー、なんかね、世の他の人のためっていうのも変わりますね、いろいろと。いってらっしゃい。